新たなる境地バーニングソウル。どうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。プロニートジャックアトラスです。さあ本日なんですが、新パックでね登場したダブルチューニングモンスタースカーレットノバドラゴンっていうね、これ最高にかっこいいモンスターを活躍させていきたいというふうに思ってデッキを組んできました。このモンスターですね、ダブルチューニングっていうことで、まあクリストロングリオンガンドとか、ああいうね、モンスターと一緒同じようにチューナー2体プラス、レッドデーモンドラゴン、これをね必要とするんですよ。結構大変なんですね、出し方。しかもレベル12ということなんですけれども、まあ、出し方はちょっと後で説明するとして、効果ですね、まずこのカードの攻撃力が自分の墓地のチューナーの数かける、500ポイントアップするということで、まあ、結構なんか4500とか5000とかぐらいまではもう簡単にいきます。はい、なんで打点でね、大体モンスター、どんなモンスターでも突破できると。で、フィールドのこのカードは相手の効果では破壊されないっていうことで、今、環境にはですね、効果以外の除去、まあ、バウンスとか、除外とか、いっぱいありますんで、2番の効果、めちゃくちゃ弱いです。で、3番目、相手のモンスターの攻撃宣言時にこのモンスター、このモンスターをね、除外すると、無効にできるよと、攻撃を無効にできるよと。で、無効にされたらエンドフェーズに戻ってくるよっていう効果ですね。はい、簡単に言うとめちゃくちゃ効果破壊には強いし、めっちゃ脳筋なんだけど、対象にめっちゃ取れるし、バウンス除外全部効くんで、なんか耐性なんかすげえ中途半端みたいなモンスターですね。でもこのモンスター何がいいかって、かっこいいんですよ。とにかくかっこいいのこのモンスター。なので今日はこのモンスターを出せるようにデッキを組んできました。で、新しいパックでね、実装になりましたコールリゾネーター、これリゾネーターモンスターをサーチできるっていうぶっ壊れカード、まあ、これはいろんなねデッキに出張できますけども、これ と、クリムゾーンリゾネーターですね。このモンスターがねすげえ強くて、こいつね、フィールド上にモンスターがいなければ、自分のフィールド上にモンスターがいなければ特殊召喚できるよっていう効果 と、こいつ以外の自分のフィールド上のモンスターがドラゴン族シンクロモンスター1体のみの場合に、手札敵からクリムゾンリゾネーター以外のリゾネーターを出せるよと、2体まで、まあ、2体までっていうか、まあ、リンクスは2体も出す枠がないので、まあ、1体出すことになると思うんですけども、まあ、これでね、クリムゾンリゾネーターでレッドリゾネーターとか特殊召喚できれば、レッドリゾネーターは特殊召喚に成功した場合、ライフポイントを回復できるよっていう僕は思ってますんで、まあ、こういう風にね、展開していくと。だから展開札としては、クリムゾンリゾネーターと、ワイルドワインドとかが、あれば、ベリアルまで繋がりますし、クリムゾンレッドリゾネーターなんか、ワイルドとか、クリムゾンレッドリゾネーターウィッチとか、まあ、レベル4モンスターとは何でもいいんだけども、この2、3枚が揃っていれば、ここまでいきます。クリムゾンの効果でレッドリゾネーターを特殊召喚してくればいいんで。なので、まあ、動かし方はね6、8、10、12っていう、まあ、偶数、組み合わせで動いていくんですけど、レッドライジング出して、まあ、ダークエンド出してとか、ベリアルじゃなくてレッドデーモンズ出して、で、デーモンの横にクリムゾンとレッドリゾネーター並べて10にしたりとか、まあ、10してから、まあ、もう一回デーモン蘇生したりとかっていう、まあ、そんな感じの動きになりますかね。で、このデッキの弱点は本当にインガ切断とか、ハーピーの SC とかのなんかバウンス除外なんですよ。だからそういうカードをねなんとかしたくて、月の書とか、禁じ技清掃なんかが入ってると、あ、局所とかねが入ってると、もうとにかくねバックインガ切断踏んだだけでマジで全てが無に帰されるのがマジできついですね、このデッキで。このデッキのいいところはこのスキルですね、新しいスキル、まあ、この間動画に出した通りなんですけど、リゾネーターモンスター1体を相手に見せて、手札を1枚デッキに戻すとデッキがレベル4以下の悪魔族モンスターを手札に加えるよっていう効果なんですよ。なのでこれで手札に加えられるのが例えば、まあ、ワイルドワインドとか、それからまあクリボールとか、スカルマイスターとか誘発、手札誘発を引き込んでいけるというのがかなり強いんで、まあ、この辺は入っといた方がいいかなっていう感じですね。で、ウィッチがね、なんだかんだ強いんですよね。なんか全部サーチできるんで、このデッキの中のモンスター。なので、まあ、ウィッチは強いかなと思ってるけど、ただ、ワイルドワインドは、スキルの都合上2枚ないと展開に使えないんで、なので2枚っていう。まあ、そんな感じです。はい。早速ですね、スカーレットノバドラゴンのかっこよさをね、ご覧いただきましょう。ちなみに召喚ムービーはありません。デュエル、スタンバイ。デュエル、俺のターン、俺のターン。あー、なるほど。この手札だと、コールリゾネーターして、コールリゾネーター効果で、クリムゾン持ってきて戻しですかね。で、スキル発動。クリムゾン見せながら、こっちで一回局所、一回
っつって局所どっか行って、でワイルドで、クリムゾン特殊モンスター効果発動、はい、うん、でレッドリゾネーター、でもさこれめっちゃレッドリゾネーターの効果発動めっちゃ出るね、あのスカーレットスカーレット死ぬほど出るわ、めちゃくちゃ出るわ、でこうでしょ、はい、すげえ安定するんだけど、コールリゾネーターマジで、レッドライジング効果、レッドライジングドラゴンのモンスター効果、はい、でもねこれ実はねダークドラゴン出してる方が強いっていう話もあんだよ実は。で今スキル発動しない方が良かったな多分これでですね、まあでもレッドスカーレットの場合しときますか、かっこいいし、これ多分ねこの後にレッドリゾネーターの効果使った方がライフ回復量増えるんでこっちの方がいいですね、はい、わが玉出してくで、クリムゾン効果でレッドリゾネーター出してきて、ここで効果使った方がいいです多分、ここで3000回復した方が強いで、スカーレットよあ、そうか、スカーレットだ、ここと、これ使いすぎだけどね、カードレグダめっちゃ使うじゃんみたいな、はい、アラブルムイスカーレットノバドラゴンで、カードをセット完了、スカーレット出さなければパワーがあってきてる確かにさあ来いオスニックサイクロンだ、いいだろう、それは11交換だ、いいだろうさあスカーレットノバだけになってしまった、フィールドが寂しいな、無理だわこのモンスター、なんか耐性ね、もうね効果環境じゃないの、効果破壊環境じゃないこのゲーム、このゲーム効果破壊環境じゃない、あのね除外とバウンスしかおらん環境に、無理、カード思いっきり使うけど1ターン目でファイブコトドラゴンと同じ攻撃力で強くんな、ちょっと強いよなやってることは、まあでも一応ね、でトップレベルなんか何でもね返せますよ一応、ワイドワインドいるんで返し行きますから一応返すはします、はいはい、真相も OK、 OK で6100なんで知らないですから、俺まだ知らねえ、1000でしょ、5300 OKOKOK、 あいつはね破壊せずに突破する人あるんですよ、俺のターンドロークリボール来た、いいだろう、俺は墓地のワイルドワインドの効果発動、ワイルドワインドの効果によってクリムゾンドネーターでいいね、そしてスキル発動、クリムゾンリゾネーターを見せつけてクリボールを手札にデッキに戻し、ワイルドワインドを手札に加えていく、そしてクリムゾンリゾネーターの効果発動、そしてワイルドワインドを特殊召喚、レベル4のワイルドワインドにレベル2のクリムゾンリゾネーターをチューニング、おい待ってくれ、スカーレットロバ出てきただけだぞ、一瞬で処されたぞあの最強モンスター、こんなことが許されていいのか、レッドライジングドラゴンのモンスター効果発動4300とかいう劇的にやべえライフ回復してやるぜ、クリムゾンリゾネーター特殊して、いいですね、大丈夫ですね、レッドリゾネーター残ってるんで、ほい、そしてクリムゾンリゾネーターの効果発動、ほっ、そしてレッドリゾネーターが特殊召喚に成功した場合のモンスター効果4300のライフを回復させてもらう、フルーン強い、そして俺はレベルなんだっけ、レベル6のレッドライジングドラゴンにレベル2のレッドリゾネーターをチューニング、現れろダークエンドドラゴン、ダークエンドドラゴンのモンスター効果発動、相手のモンスターを除去させていく、そしてレベル6のダークエンドドラゴンにレベル2のクリムゾンリゾネーターをチューニング、泰山明道山を裂き地の炎とともにその身をさらせ、シックの召喚、たくあんポリポリさんありがとう、ちょっと後でコメント読むわ、エンマリュー
レッドデーモンベリアル、バトルフェイズ。いや待て、俺はレッドデーモンに蘇生した方がかっこいいんじゃないか。俺はレッドデーモンベリアルのモンスター効果発動。俺はレッドデーモンベリアルをリリースし、墓地のレッドデーモンズドラゴンを特殊召喚。我が魂レッドデーモンズドラゴン、いけレッドデーモンズドラゴンの攻撃、アブソリュート勝者のゴーン、レッドデーモンズドラゴンの攻撃最強だスカーレット、スカーレットマジ一瞬で処理されんだけど、毎回毎回俺のターン。な、あ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 、なるほど。これはですね、レッドリゾネーターサーチしちゃうとレッドリゾネーター効果使えなくなっちゃうんですよね。なんでこれは普通にシンプルにこうですかね、モンスター効果発動、クリムゾンリゾネーター特殊からのウィッチ召喚こうですね。モンスターで通常召喚、これ次のターンのこと考えておく感じかな。で黒木森之内にクリムゾンリゾネーターをチューニング、赤き竜がどうのこうの、レッドライジングドラゴン、レッドライジングドラゴンの効果と黒木森之内の効果がチェンジした。そうクリムゾンリゾネーターの効果によってデッキからチューナーモンスター相対を特殊召喚できるぞ。モンスターを特殊召喚、あ、待って、これワンあんのか。あ、これワンある、あ、ワンないか。とりあえず、レッドリゾネーターだけ持ってきといて、で、次のだって効果発動して、出しといて、効果発動はしておこう。モンスター効果発動で、レッドリゾネーター効果使っといて、レッドリゾネーターで、これ3面だったらワンキルされない説ありますよね。これなんかシンクロしても先行で強いモンスターいないんですよ。ダークエンド出しとくのはまあワンチャンありますけど、ダークエンド出しとくか、ダークエンド出しとく説、ダークエンド出しとく説あるな。こことここでこうしてこうだな、シンクロ召喚でベリアルになる必要はないよね。ベリアルになる必要はない。これでエンドなんじゃない。一応さあ俺のターン、攻めてこい。これスカノバはね、先行で出すモンスターじゃないわ、あれマジで。あれ強いけどね、先行で出したら5000だからすぐ処される。ハーピーとかマジで隙の種ないとマジで何もできないよ多分ね。コーカスとかで、ダークエンドはほっとくと相手のモンスター除去するんですよ。でクリボールで守れると、割とね盤面的にはここ強いんだよね多分。結構ダークエンド先行だしクリボール握りっていう、よし、まあ、効果で除去するっていうパターンありますけど、ね、知らぬい何知らぬい。頼むぞモンスターを。いやトラップカード何枚伏せられます。あ、聖者の章、あ、まあそんなに痛くないですね。それはそんなに痛くはない。はい、で相手の墓地を除外しながら、あれね、墓地のモンスターを特殊までしていくっていうカード。はい、で6ですかね、6ステップ、刀神か、何かが出てくる。はい、あ、ブリューナくんマジやっべ、ダークエンド戻されるやつ、これダークエンド戻されて、まあでもダークエンド戻されるのは別にしょうがないか。はい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 、でこれ戻されて、クリムゾンはクリムゾン守るかどうか考えるってやつか。はいはいはい、でどっか行った、カードをセット、セットいいだろう、バトル、さあ行くぜ、モンスターで攻撃。ちょっと考えますね。ワイルドワインで落ちてない、ボール投げた方がいいか。クリボール、モンスター効果発動、これでモンスター残しておいた方がいいと思った。俺のターンドロー。スカレマイスター残しておきたいっすよね。スカレマイスターは絶対残しておいた方がいいと思うんですよね。
スキル発動パワーです。まずレッドリゾネーターはもう2枚いらないんで1枚戻してワイルドワインドにしてきた方がいいかな。こうでしょ。でレッドリゾネーター召喚よ。チューナーモンスター効果。レッドリゾネーターの効果発動。まあ止められるのはしょうがないかな。どっかまあブレイダークはバウンスなんでね、まあ、バウンスしてくれるのはまあそんなに痛くないかなっていう。さああの伏せカードが無限に怖いか。さあどうする。また釣り天井じゃないから大丈夫だわ。釣り天井ではなかった。釣り天井一番やばいからね。攻撃さあワイルドワインド。あドッキリ舞台。はい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 、オッケー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 。でそれ破壊される。ディスティニードローかな。まあ、墓地の効果止めれるんで、まあ、一応全部で攻撃表示でいっちゃっていいんじゃないですかね。で真空は止めましょう。スカルマイスターでほい。ディスティニードローケアしていく。出たリゾネータービート。リゾネータービート。さあ墓地効果無理無理。貴様の手などお見通しだ。モンスター効果発動。バリ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 。さあどうする。ここだモンスターを。ああ、ゴツきた。一体は処理される。これやっぱワイルドワインド3枚か。ワイルドワインド、あでも1もう1枚あるのか。ワイルドワインドもう1枚ワイルドワインドある。まだわかんないね。じゃあまだあるよ。まだわかんないよ。1枚しか処理できない。1面しか処理できないと ワンチャンある。はいはい、オッケー、いいだろう。俺のターン。ドロー。ウィッチ、あウィッチ強えな。ウィッチは強えで、ワイルドワインド効果で、レッドリゾネーター持ってくる。でレッドリゾネーターを召喚。レッドリゾネーターの効果発動。通るか。通るぞ。よし通る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 。こことここですね。ねレッドライジングドラゴン。ほい。そして黒き森のウィッチの効果発動。さらにレッドライジングドラゴンのモンスター効果も発動。ほい。でだ。こう。で、これでレッドデーモンズからのこれ、レッドデーモンズからのこれ、あ、じゃない、ベリアルじゃない、これベリアルデーモンじゃないの。こうでしょ。でこれベリアルデーモンでしょ。こことここでこれはね、すごい美しい場面になる可能性あるよ。いけレッドデーモンズドラゴン。そしてワイルドワインドを特殊召喚。さらにレベル8のレッドデーモンズラゴンにレベル2のレッドリゾネーターをチューニング。シンクロ召喚。エンマ流レッドデーモンベリアル。レッドデーモンベリアルのモンスター効果発動。リルドモンスター一体をリリースし、墓地のレッドデーモンズラゴンを特殊召喚。再び現れろレッドデーモンズドラゴン。うおーバトル。レッドデーモンズラゴンの攻撃。アブソリュートパワーボース食らえグレートサビットブレイカー。うわうわで、スカーレットのマドラゴンの攻撃。バーニングソウル。あキモいわこのカードマジで。ちなみにヤース出たクリエイトビート。うわーいけ、ダークエンドラゴンでダイレクトアタック。ダイレクトアタック。